せーの。すごくないですか？こんにちは、ミランダ母ちゃんです。これからの季節ね、お洋服がだんだんこう半袖になってくるじゃないですか。そうすると、ブレスレットとかバングルとかリングとかね、手元のジュエリーが目立つようになってきますよね。袖から先ね、何にもつけてない状態だとちょっと寂しいから、例えばね、もう T シャツ1枚であっても、手元のジュエリーがね、ちゃんと綺麗にコーディネートされてると、あ、おしゃれしてるなっていう感じが一気に出てきます。今日はそんな手元ジュエリージュエリーの付け方についてスタイル04の4月の新作をご紹介しつつ、母ちゃん流ジュエリーコーディネートをご紹介します。それでは行ってみます。母ちゃん自身もね、ある程度の年になった頃からやっぱりね、ジュエリーは質のいいものを毎日つけたいって思うようになったのね。毎日毎日顔を洗うようにこうスッとつけられて、自分の肌に馴染んだジュエリーっていうのかな、なんかこう長い目で見たら毎日つけられるし、その方がかえってコスパがいいんじゃないかしらって思うようになりました。母ちゃん、ジュエリーの重ね付けのコツって何ですかって、もうダントツ皆さんによく聞かれる質問なんだけど、皆さんのね、お手持ちのジュエリー伺ってると、意外とね、コーディネートの土台になるような基本のベーシックジュエリーを持ってないのかなって思ったのね。お洋服でもさ、やっぱりこう無地のクルーネックとか無地の T シャツとかないと困るベーシックってあるじゃない。かちゃんね、ジュエリーもね、ベーシックなお洋服と全く同じことが言えると思うのね。だからね、スタイル04の4月の新作はこういう重ね付けの土台になるベーシックジュエリーをご用意しました。揃えておきたいベーシックジュエリー、その1はシンプルなチェーンブレスレットです。女性のね、体の中で一番華奢なのって手首じゃない。私、太る時に顔から太るとか下腹から太るっていう人はいると思うんだけど、手首から太るのっていう人はあんまりいないじゃない。だからね、この一番華奢な部分を強調するジュエリーって皆さんのね、美しさをさりげなく引き立ててくれるジュエリーだと思います。大きいバングルもすごく素敵だと思うんだけど、まず持っていたい基本の一本って言ったらこんなタイプですね。華奢な手首に繊細なゴールドチェーン、もう間違いなくこれは王道ですね。こちらスタイル04の4月21日発売のマグネット式18金イエローゴールドミラーカットチェーンブレスレットです。このね、ブレスレット、普通のチェーンじゃなくて、でパーツがボールチェーンなんですね。この一個一個のボールパーツがね、多面カットされてるから、サラサラってこうやって動くたびにすごく綺麗に上品に光るんですよ。こういうね、華奢なゴールドのチェーンって一本でつけてもいいし、あと腕時計なんかとも合わせやすいですよね。この時計はね、エルメスのセリエなんですけど、こんな感じで腕時計と絡ませても可愛いよね。もちろんね、ブラックのベルトと合わせてもいいし、あとシルバーチェーンベルトの時計に合わせてゴールドのブレスレットつけたりするのもいいと思います。でね、このブレスレット実はすっごい機能を持ってるんです。皆さんね、ぶっちゃけブレスレットの引き輪って言って、丸くってこういう形しててギューってこうやって引いてつける金具あるじゃない。あれめちゃめちゃめんどくさくないですか？ネックレスだったらね、くるくるくるって引き輪の部分前にして鏡見ながらこうやってつけられるじゃない。だけどブレスレットだとさ、あのちっちゃい金具パーツをね、止めようとしてもうなかなか止まらないよね。特にさ、ネイルが長い方とか、スクエアネイルの方とかさ、母ちゃんなんか老眼じゃない。だからもうほんと見えなくって、毎回ちょっとプチイライラするわけ。こういうものって本当に毎日さりげなくつけたいベーシックジュエリーなんだから、このね、毎朝の、あ、引きは通らない、引きは通らないの、もうプチストレスをなんとかしたいって、母ちゃんすごく思ってたんです。それでね、執念ですっごいパーツ見つけちゃったのよ。見て。このブレスレット、引き輪で留めるんじゃなくって、このボールチェーンの先端がね、マグネット式のパーツになってるのね。だから、留めるよ。せーの。すごくないですか？もう一回行くから見ててね。せーの。これね、マグネットになってるから、パーツをちょっとね、近づけるだけでパチッって止まっちゃうんですよ。母ちゃんね、このマグネットパーツを展示会で発見してしまって、もうこれだって思ったのね。皆さんの毎日のプチストレスを絶対解決できるって思って、で、ジュエラーさんにこのパーツ持ち込んで、オリジナルを作ってもらったんです。これね、すごいしっかり止まるし、万が一こう外れても、この手首
手首でね止まるようになってるわけ。このセーフティーチェーンっていうのがついてるからいきなりポトンと落ちたりしないんですね。本当にこれ一瞬でつけられるからマジでノンストレスです。このブレスレットはね18金イエローゴールドで長さ全長は18センチになります。こういうブレスレットってあんまりぴったりしてるとおかしいので、サラサラっとしたこういう動きとかね遊びがあってこそ美しいものだから、こうやってね手を上げた時に手首からまあ10センチぐらいかな、これぐらいのところで止まるくらい、指がね2本分ぐらい入るゆとりのあるものを選んでね揃えておきたい。ベーシックジュエリーその2は細くて飽きのこないデザインのリングです。重ね付けをねするためにはやっぱりさこう個性の強いものばっかりだと喧嘩しちゃうじゃない。だからベーシックなリングもマストアイテムだと思います。今日はね母ちゃんがいつもやってる重ね付けのテクニックを2種類ご紹介するね。1つ目の重ね付けテクニックは横への重ね付けです。こんな感じでね華奢めな細めのリングをね各指に1本ないしは2本横につけていく方法です。これはね手がちっちゃい方とかあんまりまあ指が長くない方も似合う付け方だと思う。これねいくら手がちっちゃくってもやっぱり細いの1本だけだと大人はちょっと寂しい感じがするじゃない。だからこういう細いのをガーッとこう片手にグルーピングするっていうテクニックですね。順にご紹介していきます。まず小指です。小指にしてるのはスタイルゼロフォー4月新作の18金イエローゴールドダイヤイヤカフ&ピンキーリングです。これね正統派のエタニティリングのデザインなんですね。ずらーっとあのダイヤが一列に並んでるエタニティのデザインなんです。なんだけどねこれなんとねピンキーリング&イヤカフなんですね。これねピンキーリングにした場合はだいたいね3号から5号ぐらいのサイズになります。だからまあ一番細い指につけていただいたらいいんじゃないかなと思います。ちっちゃいけどねさすがやっぱりハーフエタニティでね前面にずらーっと 0.17 カラットのダイヤモンドが並んでるんですよね。だからものすごく光るし存在感あるでしょ。エタニティリングってやっぱりすごくいいものだからお高いし豪華なデザインになるじゃないですか。だけどね一番細いピンキーってところがさりげなくってすごくいいんですよね。実はね今ピンキーにしてたリングってイヤカフでもあるんです。今ここにつけてるんだけど見てみて。今ね母ちゃんダイヤモンドの一粒ピアスと重ね付け耳にしてるんだけど、なんか結構ちっちゃいパーツなのにやっぱりこのエタニティリングのデザインだからものすごい存在感あると思いませんか。これねイヤカフとして普段使いするのにもぴったりだと思います。なんかねこういうのあるとカジュアルファッションが格上げされるよね。次は薬指いきます。薬指にはね母ちゃんいつもこのシンプルなゴールドのマリッチリングをしてるんですよね。だからそれに重ね付けするアイテムとしてスクエアカットのダイヤモンドリングをつけてます。小指がねちっちゃいダイヤがずらっとついてるデザインだったからお隣はダイヤ1個のデザインでメリハリを出しています。次中指いきます。こちらはスタイルゼロフォー4月新作の18金イエローゴールドダイヤチェーンリングです。これ可愛くないですか。すっごい可憐で華奢なデザインなんですけど、フラワーモチーフのねゴールドのパーツとダイヤモンドパーツをつないだものなんです。なんかクールなものの隣にこういうものがあるとすっごいバランス良くなりますよね。このねチェーンリングなんだけどこの子もただものじゃなくて、これ実はね裏側にねスライドボールがついてるね。こんな感じでこれを引っ張るとリングサイズをね変えられるんですよ。調節できるのは5号から25号のリングになります。だからねどの指にもつけられちゃうっていう優れものなんです。今ね中指につけてるけどこれ例えばね親指につけたいなって思ったらサイズをちょっと伸ばしてつけることもできるし、重ね付けしてみてねちょっとこの指寂しいからなんかもう一本つけたいな、でも合うサイズのリング持ってないなっていう時にこれを調節してつけちゃえばいいから、すっごい重ね付けに便利なんです。人差し指はマットゴールドリングになります。艶消しのマットでちょっと渋い風合いなんですよね。なんかこう彫金でね叩いたみたいなクラフト感があるリングです。母ちゃんがおすすめする横の重ね付けテクニック、こんな感じでねこう同じ細いリングであっても石の大きさとか種類とかデザインとかね、あとキラッとしたものの横にマットの
のものを入れるとか、同じデザインのものじゃなくってちょっとずつ個性が違うものを並べるのがおすすめです。次にご紹介する重ね付けテクニックは縦の重ね付けです。さっきはね、横にずらーっと並べてたじゃない、それを今度縦に積み重ねていくっていうテクニックですね。こんな感じ。ピンキーリングはそのままにして、つや消しのマットのリングを薬指にして、でその上にチェーンリングをしてみました。だから4つ重ねてるんですね。これね、マットゴールドのリングは薬指にするにはちょっとサイズが大きいんだけれども、さっきのねスライドボールのついた18金イエローゴールドのダイヤチェーンリングって長さ調節ができるじゃない。だからこれはね、号数ぴったりにして上からはめてしまえば、その下が多少緩くてもちゃんとこれ押さえになるんですよ。でね、こんな感じで縦に重ね付けすると、この薬指に迫力が出て、ここにパッと視線が集中しますよね。こんな感じで細いリングでもね、縦にバーッとこう積んで重ね付けしていくと、これ母ちゃん持ってるブシュロンのキャトル、すごい迫力のあるリングなんだけど、これにも負けないボリューム感が出ると思いません？このね、縦への重ね付けは母ちゃんみたいに手が大きい方とか指が長い方におすすめのテクニックです。あなたのね、お手持ちのリングって横に重ね付けするか縦に重ね付けするかで、結構ねまだいろんな楽しみ方ができると思うのね。なのでいろいろ試してみてください。そして手持ちのねリングとかブレスレットを点検してもらって、あら私意外にベーシックなもの持ってないわっていう方は、ぜひスタイル04でベーシックアイテムを買い足してみてくださいね。今日ご紹介したジュエリーの中でスタイル04の4月の新作は、マグネット式18金イエローゴールドミラーカットチェーンブレスレット、18金イエローゴールドダイヤイヤカフ&ピンキーリング、サイズフリー18金イエローゴールドダイヤチェーンリングの3点です。こちらのジュエリーはお客様の注文を受けてから制作する受注販売になります。販売期間は4月21日金曜日の12時から4月28日金曜日の23時59分の1週間限定になります。オンラインストアでずっと売ってる商品ではありませんのでご注意くださいね。ただし販売期間の途中であっても限定数を超えてご注文いただいた場合は、その時点で受注を終了させていただくこともありますので、どうぞよろしくお願いします。そしてお届け予定は2023年6月上旬から中旬になります。そしてミランダ母ちゃん公式 LINE、 もうお友達登録してくれましたか？これからねポップアップの情報や新作情報、それからイベントとかセミナーとかね、いろんな情報をいち早くお知らせしますので、まだの方はぜひお友達登録してね。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこのチャンネルがお気に召していただきましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてチャンネル画面のベルマークを押していただくと、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、そちらも合わせてお願いします。最後に今日の母ちゃんのコーデ紹介です。今日着ているのはこれ、スタイル04の5月の新作になります。こちらがコットンオーバーサイズジレ、そして中に着ているのがユニクロのニットです。そしてパンツが同じくスタイル04 5月発売のナイロンカーゴパンツになります。サンダルはザローです。それじゃあまたね。